皆さんこんにちは、水中家庭教師です。本日はプルブイを用いた練習をする時のポイントについて。個人的にはプルブイは小さいビート板のような形状なものがおすすめです。浮力があるから。プルブイを挟んで練習することによって腕を集中して鍛えることは当然可能ですが、姿勢制御の補助にも役立ってくれます。水泳における理想的な姿勢を作るのに役立つのがプルブイです。では理想的な姿勢とは何か。これ下半身が浮いている状態です。人間は空気をためる肺が上半身についています。なのでこのようにプールで脱力すると、通常は上半身が浮き下半身は沈みます。だけど下半身が沈むと、泳いでいる時前からの水流と足が衝突し抵抗を生んでしまいます。疲れる上に進まないです。抵抗少なくうまく泳げる人は下半身を浮かせているのです。もしあなたがスピードを出して泳ぎたいのであれば、浮針をずらし下半身を浮かせ、その分上半身を水中に沈ませるような感覚を目指してください。簡単に言ってしまうと前傾姿勢です。体重が前に乗りやすくなります。この姿勢を作りやすいのがプルブイを使用した練習なのです。プルブイで下半身を浮かす感覚を味わった後、今度は外して泳いでみましょう。プルを挟んでいなくても腰を浮かせられることを目標にして泳ぎます。プルブイがない状態で腰を浮かすには骨盤を後傾させるテクニックが必要です。背中を反らさず、どちらかといえば丸める意識。これをさらに意識するためにプルブイを足首に挟むパターンもありますが、撮影時そこまで考えて撮ってなかったので素材がありません。また今度真面目に撮ってきます。プルブイをつけた状態でバランスが取れていないと、ローリングの度に体が大きく動きすぎてしまう可能性があります。背泳ぎでも足が左右にブランブラン揺れます。慣れないうちはローリングは控えめにして、姿勢制御を主にしましょう。平泳ぎやバタフライでは不用意に足を動かさない、曲げない訓練になります。平泳ぎなら腕を動かして呼吸をしているとき膝を曲げたくても、プルブイのせいで曲げれません。バタフライも呼吸と同時に膝を曲げて第二キックの準備をしてしまいがちですが、プルブイがあることで膝曲げを邪魔してくれます。この時もプルブイをつけた練習の後に外して泳ぐ練習を混ぜ、膝を伸ばしたまま泳ぐ感覚を身につけていきましょう。あなたが次見るべき動画はこちらです。プルブイを挟んだまま平泳ぎのキックをしている内容。お体の硬い方は無理にはやらないようにしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をいただけると今後の動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。あと個人レッスンをやってます。この動画の概要欄の方にリンク貼っ付けておきますので、ご興味のある方はぜひそちらから、いつでも暇してますのでお待ちしてます。よろしくお願いします。はい。